派手なプレーで世界中のファンを魅了するだけではなく、数多くのプロ選手までをも虜にしてきたロナウジーニョことロナウド・デ・アシス・モレイラ。今回はそんなロナウジーニョにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。2002年10月パリ・サンジェルマンに所属し、このシーズンから10番を背負っていたロナウジーニョはマルセイユとのル・クラシックにおいて、この日キレッキレの動きを見せて2得点を奪い、2対0とリード。ハットトリックが期待される中、迎えた82分、キーパーをかわしてシュートを流し込むと、後ろから走り込んできていたカルデッティが滑り込みゴールを決め、ハットトリックを逃してしまう。2003年には当時暗黒時代と呼ばれていたバルセロナへと移籍、チームを夜明けへと導く存在になりましたが、当時銀河系軍団計画を推し進め、2003シーズンにはベッカムなどを獲得したライバルマドリーがロナウジーニョを獲得しなかった理由の一つとして、ペレス会長の側近たちがロナウジーニョがブサイクすぎると判断、アジア圏でのユニフォーム売上への影響を考えたためと明かされてしまう。ちなみにロナウジーニョの獲得レースにはイングランドの名門ユナイテッドも参加、獲得目前まで迫っていました。同様にユナイテッドと交渉を進めていたのはブラジル代表の同僚クレベルソン。ロナウジーニョと同じチームでプレーできるとしてユナイテッドへの移籍を確定させたものの、ロナウジーニョはバルセロナへと移籍。2004シーズンのチャンピオンズリーグチェルシー戦において、ボディフェイントからトーキックでゴールを決め、この時の体の動きから後にサンバシュートと呼ばれるようになる。2005年ナイキの CM に出演したロナウジーニョはポストに何回も当てながらリフティングを続けるちょっと訳のわからないゲートを披露、あまりの神業に CG を疑われてしまう。過去の動画でも紹介している同年11月のクラシコは、イニエスタへの夜中のメンヘラコールや試合で2得点を決め圧巻のプレーを披露していたロナウジーニョが敵地サンティアゴ・ベルナベウでスタンディングオベーションを浴びるなど、後世に語り継がれる一戦となりましたが、ロナウジーニョはこの当時のマドリーのブラジル人監督バンデルレイ・ルシェンブルゴがとにかく嫌いだったらしく、めちゃくちゃ気合が入っていた模様。ブラジル代表でのアップ中に女性が乱入、仲間からはマットをかけられ抱き合う姿を披露する。練習中にボールを足に乗せたまま自在に動かす様子を披露、そのまま前転まで行い、ロナウジーニョのスパイクとボールには磁石でもついているのかと話題に。ビルバオと対戦したロナウジーニョは足を蹴るなど激しいチェックを見せていたグルペギを3回ボールをフリップさせてもてあそぶ。当時セルタに所属していたフェルナンド・カセレスは、チームからロナウジーニョを退場させられれば50万ペセタやると言われていたことを告白、ロナウジーニョに懸賞金がかかっていたことが明らかに。ブラジル代表での試合においてコーナーキックでまさかのミス、唖然とする様子が映し出されてしまう。その後 AC ミランへと移籍し、バルセロナ時代に対戦をしてチンチンにしていたガッツーゾに練習中に殴られてしまう。インタビュアーに彼女はいますかと質問され、君が僕の彼女になりたいかいと返答、プレイボーイぶりを見せつける。2009年インテルとのプレシーズンマッチにおいてイエローカードを出そうと思った主審が間違えてレッドカードを出してしまい訂正、思わず審判も大爆笑。数多くの有名プレイヤーがチャレンジし、なかなか回数が伸びない目隠しリフティングにおいて44回の大記録を達成、彼は本当に人間なのかと話題になる。2011年ブラジルのフラメンゴへと移籍をしたことで古巣のグレミオサポーターが大激怒。グレミオのホームで行われた試合でロナウジーニョが印刷されたお札などが作られ大ブーイングを浴びてしまう。同年イタリアにおいてロナウジーニョの幼少期を描いたアニメが放送され、ロナウジーニョがイタリアに帰ってきたと話題に。テレビ番組に出演したロナウジーニョは共演者に着ている服の交換を求められ、相手の服を受け取ったものの自身の服を渡さずにその場から去ってしまう。フラメンゴでの練習中に見事なバイシクルを決め、普通普通普通と連呼するもののそのドヤ顔っぷりが話題に。2012年4月1日、フラメンゴでの試合においてロナウジーニョがまさかのシュートミス、ロナウジーニョなりの愉快なエイプリルフールだったのだろうと言われてしまう。同試合において同僚がゴールを決めた際に馬跳びのゴールセレブレーションに参加、楽しそうな姿を見せる。ロナウジーニョといえば大きいお山が好きなことにも定評がありますが、ファンの一人から胸の部分へのサインを求められ快く応じる映像が世界中で拡散されてしまう。2012年フラメンゴの施設内に女性を連れ込んでいるところを防犯カメラにしっかり抜かれてしまう。フラメンゴとの契約を解除しアトレチコミネイロへと入団した際に、本拠地があるベロオリゾンテに立つキリスト像にロナウジーニョの名前が書かれるいたずらが発生、しかしよく見ると L が抜けているスペルミスが明らかになる。バルセロナのグローバル親善大使に就任したロナウジーニョはホームカンプノーでの試合に招待されます。ロナウジーニョの凱旋は地元紙でも報道され、多くの人が楽しみにしていたものの、サッカーを見るのは苦手、ハイライトとかゴール集しか見ないよと語る観戦嫌いのロナウジーニョがスタジアムに現れることはなく、試合終了の1時間後に SNS を更新、メッシの甥のミモ君とビーチで撮った写真を投稿してプチ炎上。ちなみにスタジアムに来なかったのはブラジルへの帰国便に間に合わなくなるからだったらしい。2013年試合でプレーが切れた際に給水をしていたロナウジーニョはそのままディフェンスラインの裏に残り、ボールを受けるクレバーなプレーを披露、得点をアシストする。会見において休暇中のロナウジーニョの写真についてのやり取りの際に記者に羨ましいと言わせてしまう。
2013年末クラブワールドカップにおいてカサブランカと対戦。試合後に多くの選手がロナウジーニョとのユニフォーム交換へと殺到。スパイクが欲しいという要求にも心よく応じて、身ぐるみ剥がされているかのような映像が流れてしまう。2014年メキシコのケレタロというクラブに移籍をしたロナウジーニョは練習に姿を現さず、突如行方不明に。ちょっとした騒動になるも、ケレッド・ケレタロに帰ってきたことを SNS で報告する。そのケレタロの試合においてビハインドで迎えた後半、相手ゴールキーパーのパントキックをかっさらいゴールを決めるもイエローカードをもらってしまう。ちなみにケレタロにおいてロナウジーニョは特別待遇を受けており、週末の試合の後はリゾート地へと飛び立ちパーティー三昧。月曜日に行われる練習への参加は免除されていたらしい。2015年ブラジルのフルミネンセへと移籍をしたロナウジーニョですが、低調なパフォーマンスを見せていたこともあり、双方の合意のもとたった2ヶ月で契約を解消、電撃退団を発表してしまう。無所属となったロナウジーニョは UAE へと渡り、常に女性に囲まれながらナイトライフに勤しんでいた模様。2015年、オーストラリアのチームがロナウジーニョを試合のゲストとして招待しようと、出演料約760万円でオファーをするも、ロナウジーニョ側はその2倍の額を要求。ロナウジーニョに1試合出てもらうには1500万以上かかるらしい。2016年、インドでのフットサルイベントに招待されたロナウジーニョを乗せた車の目の前で、駆けつけたファンの圧力に耐えきれなくなった信号機が倒れ、間一髪で大事故を回避する強運ぶりを見せつける。そんなインドでのイベント当日、ロナウジーニョは車の中で爆睡。それを見つけた観客の一人に叩き起こされ、そのまますぐに試合に出場、5得点を決める。ちなみにこの時の出演料は6000万円ほどだったらしい。同年、エクアドルのバルセロナ SC と1試合限定の契約を結んだロナウジーニョは親善試合に出場。すると試合中、欲望を抑えきれない主審がイエローカードにロナウジーニョのサインを要求。心よく応じる姿が映し出される。親善試合中にロナウジーニョ目当ての観客の一人が乱入。止めに走ってきたセキュリティが転んでしまうお茶目な姿を見せる。2017年 MBS ラジオで放送された大吉洋平のハッピーニューイヤーレイディオにおいて、大吉アナウンサーがブラジルでロナウジーニョに会ったエピソードを紹介。別の番組の取材でブラジルのカーニバルへと訪れた際にロナウジーニョを発見。人混みの中からボディーガードをすり抜けハイタッチを求めようとするも、すごい勢いで拒絶されてしまったらしい。ロナウジーニョといえば、人生でサッカーの次に好きと語るなど音楽好きとしても有名ですが、2017年本格的に歌手として活動をスタート。孤独という曲でデビューを飾る。2018年、自然保護地区での違法建築をしたことに対する罰金をロナウジーニョが無視したことで、裁判所から口座差し押さえを食らった際に、ロナウジーニョの銀行残高がたった約750円ほどしかないという衝撃の事実が発覚。2020年、チャリティーマッチのためにパラグアイを訪れたロナウジーニョは、偽造パスポート作成の容疑で逮捕。パスポートに記載されたロナウジーニョの国籍は、キカパラグアイ人となっていた模様。ロナウジーニョ自身は偽造パスポート作成に関与していなかったものの、刑務所に入ることになってしまったロナウジーニョは、刑務所内で行われたフットサルの試合に参加、11対2で勝利、全ての得点に関与する。ちなみにロナウジーニョは刑務所内で大工仕事にハマっていたらしい。この衝撃的なロナウジーニョの逮捕によって、過去の動画でも出てきたロナウジーニョのそっくりさんに世界中からオファーが殺到した模様。保釈金を支払ったロナウジーニョは四つ星ホテルでの自宅軟禁を認められ、刑務所から脱出することに成功。控えめに過ごすのかと思いきや、音楽番組へのリモート出演をかます。さらには同じホテルに宿泊していた女性モデルたちを部屋に招待、夜中にパーティーを繰り広げ、自宅軟禁の規則違反を犯す。ロナウジーニョといえば、女性からモテモテな写真がたびたびメディアに取り上げられていますが、2013年から一人の女性と同棲をしていたにもかかわらず、別の女性と恋に落ちた末に、二人とも大好きなんだ、君たちなしでは生きていけない、どうしても三人で一緒に住みたいと言って女性二人と同棲するとんでもない生活を実現。ちなみにこの奇妙な女性二人との同棲生活は、ロナウジーニョが自宅で別の女性と親密な会話をしているところを目撃されたことで終焉を迎えたらしい。2021年、共にクラシコでしのぎを削ったセルヒオ・ラモスがマドリーの対談を発表。するとロナウジーニョは SNS で、この夜を覚えているかいと一枚の写真を投稿し、ラモスを煽ります。おそらく2005年にサンティアゴ・ベルナベウでスタンディングオベーションを受けた試合に言及したかったと推測されますが、その写真は2006年に撮られたもので、その試合でバルセロナはマドリーに0対2で敗戦しており、煽りツイートで画像をミスってしまうボンミスを犯してしまう。2022年、ケレタロ時代の同僚に、ロナウジーニョは ATM の使い方を知らなかった、銀行に行ったらお金を下ろせるということも知らなかったと暴露されてしまう。ということで今回はロナウジーニョにまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。